皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダム・ホーです私たちは80歳まで生きて違うね100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。そのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましまょうということで今日はもう世界的に今7月8月夏休みなんですけれどもあっ松本さんこんにちは。 この夏休み、まあ、今年じゃなくてもぜひ皆さんにあの来年とかデビューしていただきたいのがクルーズなんです。クルーズっていうのは意外とあのご家族小さなお子さんのいる方もそしてこの結構高齢者の方年配の方にもすごくクルーズっていいと思うんですね。 で実は私はあの海外旅行の達人っていうぐらいあの本当は旅行はすごく得意分野でいろんな世界旅行していますただあんまり途上国とかは好きじゃなくってあの基本的にヨーロッパとかが好きなんですけれどもでそのクルーズも今まで5回ぐらい経験あります地中海が2回アラスカクルーズそれから北欧、えー、それとメキシコ クルーズなんですけれどもまあ、個人的には北欧のクルーズが一番良かったと思います特に皆さんフィヨルドにはぜひ行ってくださいね一度フィヨルドに行っちゃうともうあのアメリカのあのブルーアイスの氷河とか別に大したことないって思うぐらい何か氷河を見に行くんであればやっぱりあの ノルウェーのフィュルドはおすすめなんですけれども、なぜクルーズがいいか、今日はクルーズ入門編についてお話しますね。クルーズのいいところ、この私の個人的なあのあれですけれども、まず一番いいのは本当に楽なんですよ。なぜかっていうと、例えばこの 地中海とか、ね、ヨーロッパ周遊とかっていうと地中海のバックの南仏とか大抵あのバルセロナからスペインから始まってフランスに行ってイタリアに行ってまたこのギリシャとかに行ってまた戻ってくるっていうパターンなんですけれどもこれが若い時あの周遊旅行であればバスに乗ったりして回るんですね。そううするとと何がめんどくさいかって毎毎晩毎晩 トランクを開けて、も、ま、う、あ、新しいホテル、新しい場所に行くと、いつもそこでホテルチェックインして、トランクを開けて荷物をあれして、また朝になったらトランクを詰めてチェックアウトしてっていうことをするんですね。これっていうのはある意味若い時しかできないわけです。すごく大変。特にヨーロッパとか石畳だったりして、この荷物を引っ張ったりも大変ですし、まあもちろんポーターさんとかいればいいんですけれども、あと小さなお子さん連れの旅行っていうのはもう最悪 ですよねところがクルーズっていうのは、まあ、仮に今の地中海バルセロナだってあればそこで乗っちゃえばずっとお部屋が動くんですよだから毎回荷物を開けたり閉めたりしなくっても寝てる時はその海の上で起きると港についていてそこでほら荷物は全部お部屋に置いたままで、まあ、手荷物っていうかそれだけで観光するそしてまた夕方終わったら戻ってくるということですごく楽。 特に小ささなお子さんのいる方とかも楽ですね。もちろんちょっと例外があってあのついこの間アメリカのクルーズ会社で1歳半の女の子が窓から落ちて亡くなった事故がありますけどでもある意味このちょっとブラックジョークになっちゃうんですが小さなお子さんのいる方もクルーズの中で迷子になっても 船のどこかにいるっているうことでスタッフの方も探してくださるからある意味あまり迷子とかそんなに心配はないんですねそれが一つ二つ目まあその客船にもよるんですけれどもあの大型客船であればすごいですよクルーズの中にも映画館とかステージがあるのはもちろんなんですけどアイスショーアイス氷のリンクを作ってそこでアイススケートのショーもするぐらいのすごく大きな。 あのエンターテインメントがあるんですね。ですから、本当にクルーズっていうのは、その。ある都市からある都市に、海から移動するんですけれども。その間も十分に船の中でも楽しめるっていう二つ目あります。だから、やっぱり楽だっていうことと、あれですよね。それから、あの三番目。これはね、いいんだけど、悪いんですね。なぜかと,いうと、大抵クルーズは乗ってる間、食べ放題なんです。もう朝ごはん、昼ごはん。 夕食だけでなくもう常に例えばプールデッキにはこうソフトクリームのあれがあったりもうスナックとかがあるから食べ過ぎちゃうんですよねだから何だろう太っちゃうっていうこともマイナスなんですけど食べ物には困らないもういつでも食べ物があるっていう、まあ、そういうすごくクルーズのいいところがありますそれからとにかく楽だっていうことですよねそれなので一度クルーズ楽しんじゃうと 大抵皆さんクルーズのリピーターになっちゃいますで私はその海外のクルーズで5回なんですけれどもでどれも大体1回が1週間ぐらいのクルーズなんですねところが私の友達つわものがいまして35回もクルーズ乗ってるっていう人もいましたまあ、そういった意味で皆さんぜひ今年 の夏休みまたは冬年年末年始日本が寒い時にああいうあの東南アジアとかハワイとか暖かいところのクルーズなんかもいいですし逆に夏日本がうだるような暑さの時にはやはり北欧とかアラスカクルーズ涼しいところのクルーズっていうのもいいと思いますじゃあ今日はここまでじゃあ次回はまた今度クルーズのマイナス点とかあと クルーズを楽しむ方法についてもお話をしたいと思います。まあ、以上、皆さんの海外旅行の達人、マダモホーでした。ではまた皆さん、次回までごきげんよう。さようなら。